急がないと。そりゃ行け、急がないと。行くわよ、我が剣よ、影に従え。急がないと。鬼を殺す、ま、旅の途中で君はたくさんの謎に出会ってきただろ。身体能力テストと同じで、僕は実験を通して君の知能指数を観察したい。この遺跡を探索した後、君が得られた答えを僕に教えてくれるかい？この遺跡の両側にはそれぞれ謎があり、それをクリアすると中央の装置が起動できるはずだ。身体能力テストの時と同じ、方法の制限はない。君のしたことすべてが僕の観察したい内容だからね。
これは知能テスト。運はテスト内容ではないから忘れないで。さて、あとは君次第だ。どちらを先に選ぶかも君が決めるといい。環境が少し複雑だから慎重に解いてみて。この洗礼は雪山ではよく見られる。どうやって洗礼をいるべき場所へ導くかは君次第だよ。これで中央にある装置を起動する条件はクリアしたはずだ。一体何が起こるのか僕も楽しみだよ。おいらの仕事が奪われてる。おや、水位が急に下がったね。これは僕の知る限り、これは文字だよ。テイワット大陸のあちこちにあるけど、未だ謎に包まれてる。解明されてないところが多い。それになぜ不問がここに残されたのかもわからない。ひとまず書き写しておこう。君に対する研究が終わったらまた確認してみるよ。あ
たわからないものが増えたな。こんな変わったテストや実験で一体どんなことがわかるって言うんだ。結果を得るにはそれ相応の代価が必要ってことか。今回かなりの収穫があった。それに比べて微々たる代価を支払うなど大したことではないさ。僕は先に拠点に戻ってる。君たちが戻ってくる頃には奇跡の瞬間を見せることができるはずだ。こんなに苦労したんだし、一体どんな結果が出るか楽しみだな。他に用がなければオイラたちも拠点に戻るか。そう焦らないで、まだ危険は排除されてないのよ。お前まだ雪山にいたのか。もちろん、君たちとアルベドがしてきたことは全て見せてもらったわ。警戒心がないのか、それとも単に彼の独特な思考とフレンドリーな態度に騙されたのか。見知らぬ人の指示に従って正体のわからない薬を飲んだり、意味不明の実験に参加したり、単純というより君が騙されていたと信じたい。もしくはわざとそうしたとか。やっぱり警戒心の強いシスターだな。アルベドのことはどうでもいいわ。彼のことは君のような異邦人よりも知ってるもの。私が気にしているのは一つだけ。君が錬金術で怪物に改造されたかどうかよ。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。それにあいつ今まで錬金術を使ってないし。彼のような錬金術師は気づかれるようなヘマをしないものよ。とにかくその脅威をモンドに戻すことはできないわ。何するつもりだ。案外冴えてるわね。君たちが触れてきたものに危険がないと分かれば危険性はないと判断できる。他のものはすでに調べたわ。唯一確認してないのはその不問よ。この不問、オイラたちも何なのか分かってないけど。でしょうね。装置でもないし、ただの不問だわ。でも一応念のため、この不問の言葉を写しておこうかしら。定期的な見回りも必要ね。いいでしょう。君たちに危険性はないと判断する。これで万事問題なし。君たちのせいで残業することになったら損だものね。残業？最後に忠告しておくわ、異邦人。アルベドのことを何でも信じないこと。考えなしに行動しないように。もう行っちゃった。自分本位なやつだな。モンドじゃ彼女みたいな人珍しいよな。それよりもアルベドの拠点に戻ろうぜ。おかえり。ちょうど結論が出たところだよ。しかし戻ってくるまで結構時間がかかったね。何か？それなら平気さ。彼女は仕事を全うしたまでだよ。
結論から言おう。今日多くのデータを手に入れることができたから、すぐに全ての研究を終わらせることは難しい。でも全体を通した初歩的な結論なら教えられる。それはそんなの一目見ればわかるだろう。あれだけ苦労したのに結局それだけなのか。まあ焦らないで。君たちにとっては当たり前だけど、この世界にとっては当たり前のことなんてない。こういう可能性は考えたことあるかい？テイワットという世界は、よそ者に対して拒絶反応を起こすと。この世界の法則を話しただろう。君が無事に僕と会話してることは普通に見えるけど、本当は奇跡だったりするかもしれない。なぜなら、君と同じよそから来た命、僕が話した種はテイワットの法則に影響されて成長することすらできない。しかし君を観察した後、僕は他のアイデアをひらめいたんだ。君の命を真似して錬金術に新たなインスピレーションを加える。無から有へ、芽生えから繁栄へ、それから終わりに向かう。この世界でない命を育むことは世界を育むことにならないかい？おや、これが限界みたいだね。一瞬だけど最高に綺麗な花を咲かす生命の極致もここにあるんだよ。いっぱい苦労したから永遠に咲いててくれるもんかと思ったけどな。それに果実も実らなかったし。命というのは多種多様で自由なものだよ。長さで決めつけるべきではない。たとえ一瞬でも短い命が必ずしも悪いことではない。効率的で完璧、孤独にとらわれないことを意味する。わかるかな？僕が言った僕たちの会話は奇跡かもしれないことについて。ん？急に塩らしくなってどうしたんだ？おーい、元気出せよ。オイラがついてるだろ。それにアルベドも友達になってやってもいいぞ。ありがとう。孤独をなくすことは必要だと思ってないけど、これも悪くないかな。君が協力してくれたおかげで僕は花を咲かす可能性に気づいた。いや、雪山で君たちと過ごした時間は価値のある旅だったよ。今後もし必要があったらまたお願いしてもいいかい？それならよろしく頼むよ。ずっと実験結果は普通だって彼に言ってきたけど、瓶の底に現れないはずのよどみがあるのは一体どういうことだ？国土を吸えば汚れ、白亜を吸えば無垢になる。君も僕も未来が不確かな素体ってことか。もしいつか暴走する僕がモンドを壊そうとしたら、君が止めてくれることを期待してもいいだろうか。痕跡があるぞ。もしかしたら他の冒険者が近くにいるんじゃないか。同じ冒険者として気になるな。雪山で奮闘している姿を見に行ってみようぜ。
について考えている時に突然話しかけないで。ぼーっと突っ立ってたように見えたけど。そんなことない。新しく開発した種が4倍も大きいスイートフラワーの名前を考えてたの。あれ、興味があるの？今度見せてあげるよ、絶対ね。雪山じゃなかったらいつもは持ち歩いていたのに、残念。そういえば、お前って城内で研究してるんじゃないのか？こんなところで何してるんだ？ティマイオスと一緒にアルベド先生の実験データの整理を手伝ってたの。ティマイオスはついさっきここから離れていったんだけど、会わなかった？会ってないな。アルベド先生と比べたら自分はデータを読み解く力がないって落ち込んじゃってね。先生が見ればすぐにわかるものも私たちは考えないとわからないから、おそらく知識と経験の差だと思うんだけれど、それで辺りを散歩しに行っちゃったので、私は一人ここに残って作業をしてたんだ。本当は作業が終わったら辺りを見て回ろうと思ってたんだけど、報告書から興味深いデータを見つけたの。はあ、でもまだ探索の旅には出られそうにないみたい。探索？何を探すんだ？あれ？あなたたち、もしかして手が空いてるの？空いてるぞ！ちょうどここら辺をブラブラしてたとこだ。なら、手伝ってくれる？実は、アルベド先生が私とティマイオスに何か隠しているみたいなの。アルベドはお前らの先生みたいなもんだろ。生徒相手に隠すことなんてあるのか？でも何かをずっと隠している気がする。錬金術に関する何かすごいものを。何も分かってないのにやけに自信たっぷりだな。だって私もティマイオスも錬金術の熱狂的な研究者だから、もし別の何かなら私たちに隠す理由がないもの。ああ、確かにその通りかもな。アルベド先生の隠し事を調べてくれる？とても気になるの。お願い、お願い。どうする？やった！よかった、ありがとう。よし、それなら早速行くとするか。おや？君たち何しに戻ってきたんだい？道に迷ったのかな？違うぞ！ん？秘密？おいおい、何言ってるんだ！こういう時は普通こっそり調査するもんだろ？なんで全部言っちゃうんだよ！そうかもしれないけど。ちょうどいい。僕も君に頼み事があったんだ。これを受け取ってほしい。あ、なんだこれ。見ての通り片手剣さ。
剣は僕が撃ったものではない。だが先ほどそれに錬金術を施した。試してみたくないかい？僕の研究によると、それは特殊な剣で君にしか扱えないだろう。そして僕は今その剣のデータが必要なんだ。君にそれを使ってたくさん戦ってほしい。ちょっと待ってくれ。こいつにしか使えない剣ってどういうことだ？なかなか鋭いね。その剣にはある種の呪いがかかっているんだよ。普通の人には扱えないが、君は違う。え？つまりこの剣の呪いは唯一君にだけ害を与えない。だから君以外に僕を手伝える人はいないってことさ。無駄話はこれくらいにして、この近くで怪物を探してくれるかい？使えばわかる。無駄な時間を過ごしてると仕事。あれはどうだ？やっぱりちょっと心配なんだけど。乱れを切り切って、はっ、ほっ、そりゃ、はっ、よっ、やば、はっ、はっ、よっ、ふわっ、はっ、はっ。見つけたぞ、あのクソガキだ。さっさとあれをよこせ、ぬすっとめ。砲塔弾？こんな寒いところにも砲塔弾っているのか。うるせえ、よこせ。気をつけろ。相手を間違えた。待って、そりゃ、はぁ、行こうよ、はぁ、急がないと、はぁ、逃がさない。What?
来るのが早いな。まさか。あいつらが言ってたのってこの剣のことみたいだな。一体どういうことだ？なんて目で見るんだ。この僕が剣を盗むはずがないだろ。少し前、騎士団が門戸城外で砲塔団を捕まえたんだよ。その際、彼らが違法に運搬していたものを全て押収してね。この剣はその中にあったんだよ。誰も取りに来ず、どこから来たのかも不明。ずっと倉庫に放置されていた。倉庫に荷物を取りに行った時、偶然この剣に僕が気づいてね。まあこんな古い剣、錬金術の材料にする以外使い道はないんだけど。おい、押収されたものを自分のものだって言ってたのか？それでその剣を持ち出したと？ああ、この剣を使って実験しようと思ってね。ただ調査していくうちに、これの本当の来歴を知ってしまったのだよ。この古臭い武器はとある鍛冶職人が作った伝説の魔剣なんだ。魔剣？鍛冶職人はこれを完成させたすぐ後に失踪し、剣も行方知らずになっていた。押収物の中に混ざっていたことから、おそらく砲塔団に盗まれ、ずっとそのままだったんだろう。え、剣を作った人が失踪したのか？うん、怖いぞ。それで呪われた魔剣なんだな。そうだ。君はドゥリンとこの雪山の話を知っているかい？ドゥリン、つまり数百年前に風神バルバトスとトワリンが共に倒したモンドの脅威だった黒竜のことだ。激戦の末、打ち負かされたドゥリンは空から落ち、真っ白い雪の中に打ちつけられた。雪山に積もる雪が一年中溶けないのは実に奇妙なことだ。ドゥリンがここに落ちたのは偶然か、はたまた必然か。必然だって言いたいのか？雪山を墓場に選んだのは氷の力でドゥリンの毒を封印するためだったのかもしれないね。バルバトスのような神ならそんな方法を思いつくだろう。おお、銀融野郎ってそんなにすごいのか。これはただの僕の推測だ。だがこの雪山とドゥリンが深く関係していることは確信している。そして君の手の中にある剣はドゥリンの亡骸が材料として使われている。竜の亡骸？ああ、死んだ竜の目玉、爪、鱗、それらを粉末にしたものが剣身に塗られている。そうすればドゥリンの汚れと毒が剣の中に溶け込み、その力の源になるんだよ。これは非常に高等な技術だ。鍛冶職人は完成後きっと喜んで自分の手でその切れ味を試しただろう。彼がこの剣を使えば汚れた力は塚を通ってその体に入り込む。それは常人では抗えない力だ。呪いにより精神錯乱に陥った鍛冶職人は辺りをさまよい、もしかしたらその身に何かが起こったのかもしれないね。うわぁ、トワリンの涙を浄化した君は類まれなる力を持っている。そんな力を持った君なら汚れと毒に侵食されることなくその危険性も排除できるだろう。そのためこの剣は君にしか扱えないってわけだ。そう言うけどやっぱこの剣、うわ
光ってるぞ。これはまさに実験開始の合図だね。この剣はまだ弱い。だがこれには力を吸収し、どんどん強くなる能力が秘められている。ある意味これも生き物と言えるだろうね。旅人よ、これを持って冒険してくれるかい。これを成長させてほしい。近いうちに全ての推測が検証されるだろう。よ、私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。
戻ってきたね。たくさん頑張ったんだぞ。この剣を見てくれ。ふん、やはり僕の思った通りだね。この剣は戦いを通じて成長している。剣なのにそんなことありえるのか。だから特別なのだろう。そうだ、大事なことを伝える。付近を調査したところ、怪しい痕跡を見つけた。え、泥棒じゃないだろうな。確かに。その痕跡を見たところ、調査の必要性があると思う。泥棒なのか、または別のものなのか、調べれば自然と分かっていくだろうね。